イバン・リカル・ドネベス・アブレウ・カバレーロは、ポルトガル共和国リス・ボンケン・ビラ、フランカ・デ・シーラ出身のプロサッカー選手。ポルトガル代表。エフル・チャンピオンシップ、フラム・ FC 所属。ポジションはフォワード。いくつかのクラブを渡り歩いた後、13歳で、SL ・ベンフィカのユースチームに入団。2012から13シーズンから、リザーブチームに昇格した。 リザーブチームでの活躍が認められ、2013年10月のタッサでポルトガルシーシンファイッシュに出場、決勝ゴールをアシストした。2014年1月のタッサダリーがレーションイス、SC 戦で初ゴール。8月1年間の契約でスペインのデポルティーボラ・コルーニャにレンタル移籍。2015年7月 AS モナコと5年契約を結んだ。 移籍金は1500万ユーロ。UEFA チャンピオンズリーグ予選、BSC ヤングボーイズ戦で、移籍後初出場初ゴール。2016年8月、フットボールリーグチャンピオンシップのウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC と延長オプション付きの5年契約を結んだ。移籍金は、推定700万ポンド。9月10日、バートン・アルビオン FC 戦で移籍後初出場。 24日のブレントフォード FC 戦で初ゴール。2019年7月13日、エフルチャンピオンシップのフラム FC へ1シーズンのみの期限付き移籍をすることが発表された。なお、契約には買い取り可能なオプションがついている。2020年1月7日、フラム FC に完全移籍し4年半契約を結んだ。 ユース年代からポルトガル代表に選出されており、UEFAU-19 欧州選手権2012、2013、FIFAU-20 ワールドカップなどに参加した。UEFAU-21 欧州選手権2015では、ドイツ戦でゴールを挙げるなど、準優勝に貢献、自身も、大会ベストイレブンに選ばれた。2014年2月、A 代表初招集。 3月に行われたカメルウーン代表との親善試合でスタメン出場始発キャップを記録。ありがとうございます。